おはようございます。おはようございます。今日はベース編です。いや来ました。前回ドラムでね、良かったですね。ドラム良かったですね、うん、結構楽しく選ばせてもらいました、うん、じゃあ今日はベース編ということで。はい、ベース編でやっていきます。はい、では一人ずつ見ていきましょう。はい、一人目の方、はい、平井桃子さん、24歳、コピアルを読めます。今まで培った経験と知識でラムさんの音を最大限に引き出せるベースを弾きます。お、シンプルですね。引き立たせるベースを弾くんだ。いいですね、うん、自分がこういかない感じのタイプなんですね、はい、でもラム結構ちょっとチラッと見た時に気になってて、はい、桃子さんが TikTok とかも見て、なんか独特の世界観があって、はい、すごいいいなと思ってたんですよね。T シャツの感じとか結構ザラメは気になってます。次もおむこさんです。カノおむこさんです。25歳、2021年から約3年間、ちょっと待ってポンコツって言ったような ちょっとごめんなさいね、バンド名が書いてあってそれが結構つぼっちゃうんですけど。失礼だから、そこは。違う、本当に、じゃあ聞いたらわかる。バンド名読めないとか失礼だから。じゃあ読みます。はい、2021年から。約3年間。ちょっと。ポンコッツというバンドで、ベースこなす。じゃあ、バカにしてるわけじゃなくて、めっちゃ怖いくないですか、ポンコッツって。しかも、なんかこの方かっこいい感じなんですよ。結構なんかドラム弾いてる感じが、ドラムじゃない、ベース弾いてる感じが、なんかポンコッツなんだって思って、ちょっとごめんなさい、つぼっちゃって。趣味は絵を描くこと、料理、ゲーム実況、アニメ鑑賞。結構趣味合うんですけど、ドラムと。あ、そういいですね。ポンコッツでのライブは全国各地で年間100本近く行ってました。すごい、めっちゃすごい。青春バンクや激しいバンドを演奏することが多かったので、様々なジャンルに挑戦したいと思っております。よろしくお願いいたしますって書いてます。いや本当にさっきふざけちゃったんですけど、結構なんかライブ経験すごいですね。ね、1年間で100本近くってすごくないですか。すごい、すごいな。はいはい、次の方、住友花さん、25歳、自己 PR、 バンドに命かけてますというくらいやる気あります。やる気しかありません。ベース弾くのが大好きです、書いてあります、うん、福岡県に住んでるんですね、うん、遠い遠いね。でも上京してくれるってことですよね。すごいね。なんかわあすごいな。あと暑いですね。命かけます、やる気しかありません。やっぱバンドに命かけれるぐらいの熱意があるので、うんうん、いいですね。いいですね。はい、次行きますか。はい、次の方、はい、伊藤和樹さん、はい、25歳、自己 PR を読みます。15歳の頃に軽音楽部に入部と同時にベースを始めました。15歳だからベース歴10年ぐらい、うん、当時はベースボーカルとして活動していました。ステージに立って自分たちの歌演奏を聴いて楽しんでくれる姿、感動してくれる姿、応援してくれる方、いろんな感情が見えて、音楽って人によって捉え方はたくさんあるし、自分にも音楽でみんなに勇気づけたり応援してあげたり、何か力になってあげたいという思いがあって、音楽の世界で生きていきたい、そう思って北海道から東京に上京してきたそうです、コロナの影響でバンド活動が停滞し、活動がなくなってしまい、この先どうしようかと思っていた時に、ラムさんのガールズバンド結成の発表を見て、ステージに立てる機会があるなら今回でかけてみようと思いました、ね、すごいですね。バンド歴、バンドベース歴、すごい長い、なんか SNS も見たけど、フォロワーさんも結構いまして、結構経験されてきたのかなって思ってます、やっぱコロナでできなくなっちゃう人も多かったですもんね、バンドは。
本気の人が欲しかったんですけど、うん、そのやっぱ実際来てもらえると、ね、自分ももっともっとってこう思って。本気じゃない人はいないね。いないですね、うん、次、秋葉ひろねさん25歳自己 PR ちょっと結構長いので割愛しながらやります。ベースの経験は1ヶ月にも満たない、そんな私ですが、さらめちゃんとバンドを組みたいという夢にかけてベースを始めてみました。へ、初めは私やったことないし無理だと諦めようと思っていたのですが、どうしても次の日になっても忘れられず、いても立ってもいられなくなり、ここで始めなかったら私一生ベースに触らないで死ぬかもしれないとこの言葉がよぎりました。無理だったとしてもやろう、全力で練習して一緒に舞台に立ちたい、そう思って応募させていただきました。うん、すごい、ベース経験1ヶ月にも満たないけどそれでもチャレンジしてくれたんですね。ね、嬉しい。しかも先輩に借りてまで持ってないのに練習してくれたんだね。うん、なんかこの方ストーリーとかであのメンションしてくださって見てたんですけど、すごい興味があってそんな方かなと思ってたんですけど、嬉しいですね。なんか、うん、なんかきっかけ作ってる、うん、きっかけ作ってる、なんか嬉しい。でもベースの方結構年齢が離れてますね、じゃあ意外と、うん、みんな25歳24歳とか、無理だったとしてもやろうって一緒の舞台に立ちたい、嬉しいな。なんか次行きますか、はい、次最後かな、最後の方です。鈴木奈々さん21歳、こんにちは、ベース希望の鈴木奈々と申します。4歳の頃から22歳になるまで18年間ピアノを弾いてきました。現在は東京音楽大学でピアノを主とした音楽を学んでいます。ベースを始めたのは20歳の頃で、歴は長くありませんが、長年ピアノを始め、さまざまな楽器に触れており、人一倍音楽が好きです。1年間バンドでベーシストをしていました。演奏動画、送ってくれた動画ですね。ライブ当時の一部を載せさせていただきました。バンドを辞めて半年以上になりますが、個人的にベースは続けております。また歌うことが大好きで、ボーカルも少しやっております。特に音程には自信があるため、コーラスやハモリに貢献できると思います。よろしくお願いいたします。うん、歌も好きなんだ。いや、大学でピアノを学んでるって相当よ。すごいですね。うん、なんかすごいな、音楽に触れてきてる人多いですね。ね。2歳からとか4歳からとか、うん、18年間って人生のほとんど音楽に触れてきてるっていう。ね。すごいな。なんかベース歴長くなくてもこの方もちょっと期待できますよね、うん、良さそう。コーラスハモリできる人すごく嬉しいですね。めちゃめちゃちゃんとできんじゃない。めっちゃできなんかザラメが言われそうですよ。ちょっと違くないですかみたいな。なんかわかんないけどそんな感じしますけどね。いいですね。なんかカフェかなんかの店員さんなのかな、すごい可愛らしい雰囲気が。以上ですかね。以上の7名ね。なんかそのドラムみたいな、そのサポートドラムしてますとか、なんかそういうバンド経験豊富な方っていうよりかはまたちょっとね、違った感じですね。ベースね、経験をベースに生かしてるみたいな感じの方が多いですね。うわ、決まりましたか。決まりました。はい、いいですか。はい、じゃあベーシスト候補、はい、はい、1人目の方を、はい、一番初めに紹介した平井桃子さんを選ばせていただきました。なるほど、まあ、初めからすごい好きな感じで、ね、そうなんですよね。結構気になってて動画とかもたくさん見たので実際話してみて、うん、こうなんかフィーリング合うものがあればなと思って選ばせていただきました。はい、次、はい、2人目、次の方、こちらも桃子さんで、加納桃子さんを選ばせていただきました。あのポンコツでちょっといじっちゃったんですけど、うん、あの演奏してる動画とか、うん、すごいかっこいいし、上手いし、はいはい、オーラート弾いてくれてるし、はい、なんかすごい会って話したいなと思って、
ポンコッツの話を聞きたいだけじゃない。そういうことじゃない。それ今ちょっと頭なかったですけど、一応聞きたいけど、そう、ライブ経験も豊富で、なんかいいかなと思って選ばせていただきました。はい。はい、次の方。はい。次の方は、秋葉ひろねさん。はい。選ばせていただきました。おはい。なんか、1ヶ月の、ベース経験しかないって言ってたんですけど、うん、この 長く自己 PR 書いてくれた中で気になることが多くて、うん、あと音楽にはすごいずっと触れてきたのかなって思ってるので、なんか一度話してみたいなって思って選ばせていただきました、うん、いいですね。はい、また新しい感じですか。結構興味津々です、うん、伸びしろもめっちゃありそうなので期待して話してみたいなって思ってます。はい、最後、はい、最後選んだ鈴木奈々さんを選ばせていただきました、うん、なんかやっぱこの方もベースあんまり長くないって書いてあったんですけど、やっぱり4歳から22歳までピアノ習ってたとか、うん、他での経験値があって、それがなんかベースに全然活かせそうだなって思って、コーラスとかハモリもできるって書いてあったので興味あって選ばせていただきました。以上、4名の方を選ばせていただきました。じゃあドラム4人、ベース4人ってことですね。はい、そうです。ダラメさんと、ダラメさん、ダラメと自分もさん付けするとどうなるんでしょう ね顔はなんか面談でグッとなんか来るものがあれば嬉しいですね、ザラメ的には。やっぱ文じゃ伝わらないとこがあると思って。じゃあ楽しみにしてます。はい、楽しみです。よろしくお願いします。